お兄ちゃん、起きて。ねえ、もう朝だよ。もうちょっとだけ。もう、そんなお寝坊さんにはこうだ。殺す気か。あ、そっか。今日は大火災だ。それじゃあ最後の点検を兼ねて行ってこいよ、秋野。え、あの、私が。そうそう、なんたって一番頑張ったのは委員長なんだからね。記念すべきお客さん第1号は委員長に決定。そんな、いいわよ私は。どうして？早くしないとお客さん来ちゃうよ。遠慮するなって。さあさあ。いや、遠慮とかそういうことじゃなくって。みんなやってるわね。先生。ずいぶん立派にできたじゃない。はい、クラス全員が一丸となったおかげです。お待たせ、お二人様ご案内。リーダさん、大丈夫？身だしなみに気を使うのは当然だろ。ああ、もう始まっちゃってるよ。ゆうこ姉がもたもたしてるからだ。しょうがないだろ。この
年になるとだな、紫外線対策やらなんやらでいろいろと準備が。もういい、行くね。ほら、ハルヒ、そんなに急ぐと危ないって。しょうがないやつだな。お待たせしました、次の方どうぞ。これなんかいいんじゃない？もうすぐ終わっちゃうのか。なんか一日なんてあっという間だな。準備には1週間もかけたのにね。でもなかなか充実してたよ。準備に頑張ったからこそ今日が余計に楽しかったんだろうな。それだけ？そりゃセンナが一緒だったからってのももちろん。ありがとうね、お兄ちゃん。私との約束守ってくれて。バカ、当たり前だろ、そんなの。おかげで楽しい思い出ができたね。お兄ちゃんと私の二人の新しい思い出。そうだな。思い出して。あ、いけねえ、俺すっかり忘れてた。何を？ハルヒだよ。あいつもしかして俺のこと探してたんじゃ。そんな、お兄ちゃん。だってそれはしょうがないよ。お兄ちゃんは前から私と約束してたんだもん。だから。いや、でもあのさ、俺やっぱり思い出せないんだけど、俺とハルヒって昔は一体。いいんだよ、無理に思い出そうとしなくても。え？きっと思い出さなくてもいいことだってある。
忘れる必要があるから思い出さないのね。あ、だけど、あ、ほら、花火が始まったよ。ねえねえ、私たちも行こうよ。ああ、優しい。